皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は関西国際空港から香港国際空港までのフライトの動画です。タイトルは保存版 How to 海外一人旅ケース香港航空関空から香港。香港航空を使って大阪関西国際空港から香港国際空港までの空の旅を紹介いたします。同時に今回の香港旅行の動画のケースを使って海外に一人旅をしたことがない海外旅行の初心者や海外一人旅に行こうかどうか迷っている人に向けて海外一人旅の準備方法、持ち物のリスト、出入国の方法など海外一人旅のハウトゥーについて解説いたします。ハロー、オールオーバーザウォールド。 Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler Channel. This time, I'm going to go from Kansai International Airport, KIXTo Hong Kong International Airport, HKG, by Hong Kong Airline. The title of this video is Preservation Version of How to Travel Alone Overseas. Case, Hong Kong Airlines, Kicks to HKG. I'm going to introduce air travel from Osaka Kansai International Airport to Hong Kong International Airport by Hong Kong Airline.At the same time, I'm going to introduce how to prepare the travel and the list of things to bring, and how to do the immigration and emigration for overseas travel beginners who have never traveled abroad alone, or who are wondering whether to travel abroad alone. Let's enjoy the video. Thank you.はい、ということで現在ですね、関西国際空港の香港航空のチェックインカウンターの前に来ております。今回はここから香港国際空港まで、行きたいと思います。はい、それでは Google マップで今回の経路を確認します。現在ですね、この地図上ちょっと四角い、島があるんですが、人工島です。関西国際空港まで来ております。この関西国際空港を出発しまして、今回はですね、エアラインがですね、香港エアライン、香港航空といったエアラインに乗りまして、香港まで行きたいと思います。時間は3時間55分と、4時間弱となっております。前回行きました石垣島が大体ですね、3時間ぐらいで行けますので、そこに、55分足すとですね、香港まで行けてしまうということで、非常に、日本の国内の、一番西側に近いところにある石垣島、ここから約1時間足すと香港まで到達できるといった感じで、非常に近い国といったことがわかると思います。それでは、ちょっと香港まで行ってみましょう。はい、ということでですね、朝早い時間帯の関西国際空港に来ております。今ちょっと入り口っていうところに入ったんですが、この入り口がですね、セキュリティゲートですね、保安検査場、こちらに入る入り口となっております。ただ入ってみたんですが、このようにすごい人で、すごい長い列ができておりまして、こちらに並ぶこととなります。ちょっと時間がかかりそうです。はい、ということでですね、今回はですね、海外旅行に一人で行くにはどうしたらいいかっていうのをちょっと初心者の方、初めての方に対してですね、解説をしていきたいと思いますので、一つ一つちょっと順を追ってですね、説明をしていきたいと思います。はい、ということで、これ現在動画の、エリアはですね、もうすでに搭乗口のあるエリアに入ってきておりまして、商業施設がたくさんあるエリアに入ってきております。まずこのエリアまでどうやって来るのかっていうのをちょっと簡単に解説をしてみたいと思います。はい、ということでまず空港に到着しましたら、3つの手続きをしますので覚えておきましょう。1つ目が、航空会社の飛行機搭乗手続き、飛行機の、搭乗のチェックインです。空港に到着しますと航空会社のカウンターがありますので、そちらへ行って、搭乗手続きをするといった形になります。で、今回私はですね、スマホでオンラインでできる、チェックインのシステムっていうのを使っておりますので、私の場合はですね、航空会社のカウンターに行かなくてもよくって、スマホでこのチェックインのボタンを押してチェックインをすれば、そのまま、この次の、丸2番のセキュリティチェックのところまで行けるといった感じになっております。はい、そしてこの丸1番の、飛行機の搭乗手続き、飛行機のチェックインなんですが、これ今動画を見てわかると思いますが、このセキュリティチェック、ここがですね、時間帯によっては非常に混み合うことがあります。ということで飛行機のチェックイン丸1は
だいたい1時間以上前にやっておくといいと思います。だから、空港にはですね、飛行機が出発するだいたい1時間以上前には着いてですね、もう1時間以上前には、搭乗手続きまで終わっておくといいと思います。はい、動画の方はですね、これ関西国際空港、これ非常に広いので、この中を移動するためだけにですね、このような新交通システムのような、乗り物がありますので、こちらの乗り物に搭乗したところです。これからこの乗り物に乗ってですね、ちょっと離れた、ターミナルの搭乗口まで移動していくといった感じになります。はい、そしてですね、丸1の解説に戻りまして、飛行機の搭乗手続きの時にですね、もし自分のカバン以外にですね、飛行機の、なんていうんだろう、荷物室に、預けたいトランクのような大きな荷物がありましたら、この航空会社のカウンターに行ってですね、搭乗手続きをするのと同時にですね、その荷物を預けるといった手続きをいたします。ということで、今回私のようにですね、オンラインの、飛行機のチェックインをする方でもですね、もし荷物を預ける必要があるっていう場合は、航空会社のカウンターまで行かなければならないといったことになります。はい、そして丸1の、飛行機の搭乗手続きが済みましたら、次はですね、セキュリティチェックに入っていきます。でこれ先ほど動画で非常に長い列を作って、並んでいたところがありましたよね。これ私セキュリティチェック入るのに約30分以上かかりました。非常に長い間待たされます。このセキュリティチェックに入っていきます。でセキュリティチェックは、国内の、飛行機に乗るのと同じで、荷物をですね、全部 X 線に通して、なんか危ないものがないかっていうのをチェックする場所です。はい、そして国際線は、次の手続きがちょっと違うんですね。3出国審査、このセキュリティチェックを抜けると、その抜けたところにですね、出国審査をする場所があります。出国審査はですね、パスポートが必要となりますので、パスポートを提出をして、最近はこれ自動でパスポートを読み取る機械が置いてあって、それで自動で出国審査ができるといった感じになっているところもあるようです。はい、そしてこの出国審査を抜けますと、この搭乗口に入ることができるといった形になります。はい、これで動画、今ですね、搭乗口のエリアに入ってきているんですが、関西空港も非常に広い空港で、こちらの搭乗口のエリアの建物に来るまでにですね、モノレールじゃないな、なんていうんだろう、新交通システムのようなですね、ゴムタイヤのついた乗り物に乗ってここまで来なければいけないということで、海外に行ってもそうなんですが、非常に広い空港というのはたくさんありまして、そういった広い空港に行きますと、搭乗口が非常に離れていることが多くって、この空港内で、また、モノレールですとか新交通システムですとか、あるいはバスといった、乗り物に乗って、その搭乗口まで行かなければいけないということで、こういったところも非常に時間がかかるので、それでやはりチェックイン、国際線の飛行機の、チェックインは約1時間ぐらい前には必ず来ておいた方がいいんではないかなっていうふうに個人的には思っております。はい、ということで無事に飛行機に乗ることができました。搭乗口から飛行機に乗ることができました。今回はですね、香港航空という香港の、航空会社を使っております。この、香港航空という会社はですね、LCC ではなくてフルサービスキャリアで、座席の幅も間隔も結構広めの、間隔となっておりまして、ただですね、値段は非常にお安くなっておりまして、LCC クラスの値段で、移動することができるといった感じで、どちらかというと、日本でいうと LCC とフルサービスキャリアがありますが、最近その真ん中ぐらい、例えばスカイマークエアラインズなんか、その真ん中ぐらいの存在ですよね。そういった形の存在の飛行機会社が最近、できてきまして、フルサービスキャリアと LCC の真ん中ぐらいということで、ミドルサービスキャリアっていうかな、それはちょっと私これ今勝手に名前つけてみましたが、そのミドルクラスの飛行機といったイメージのある航空会社といった感じになります。はい、ということで予定通り香港エアラインの飛行機は大阪関西国際空港 KIX ですね、 KIX を9時15分に出発するところです。飛行時間はですね、約3時間55分、約4時間ですね、約4時間となっておりまして、到着は日本時間の13時10分で、香港は、1時間時差がありますので、香港の現地時間で12時10分と昼頃に到着するという予定となっております。はい、そして今回のフライト時間4時間ということなんですが、前回のビデオでですね、名古屋から
バイヌ島石垣空港まで飛んでいますが、その時のフライト時間が約3時間となっております。ということで国内の石垣島にちょっとプラスをすると、1時間プラスをすると香港まで行ってしまうということで、距離的には非常に近い海外といったこととなります。まあ、という感じでですね、例えば海外にですね、一人で、あまり行ったことがなくて、初心者あるいは初めて行くといったような方はですね、私はですね、まずは香港から行ってみるといいんではないかなっていうふうに思っています。ですね、これはですね、距離が近い距離の問題だけではなくてですね、やはり日本と香港というのは昔から交流があってですね、入国するのにビザがいらないんですね、査証がいらないといったことで手続きが楽だといったこともあります。それともう一つはですね、同じアジア系の民族で外見がよく似ているので、日本人がその中に入っていても、外人扱いされないといいますか、似たような人で、同じように扱ってくれるというような、そういった安心感もありますので、香港というのは一人旅で最初に行くところとして、おすすめなんではないかなっていうふうに個人的には思っております。それとあとは言語ですね、もっと近い海外の国っていうのもあるんですけど、例えばですね、ソウルですとか台北ですとか上海ですとか、そういった国があるんですが、香港をおすすめする理由はですね、もう一つ言葉の問題がありますよね。香港はですね、このアジアの国にあってはですね、数少ない英語を公用語とする国となっております。英語で、街中で、コミュニケーションを取ることができる国ということで、海外行かれる方は大体英語ぐらいはですね、最低限、簡単にですけど、コミュニケーションが取れるようにしておいた方がいいのではないかっていうふうに個人的には思っております。といってもそんな難しい、英語ではなくてですね、本当に中学校で習うぐらいの日常の会話で使うぐらいの簡単な表現が、できればいいんではないかっていうふうに考えております。そんな難しいことではないですね。はい、ということで飛行機はですね、ちょうど関西国際空港キックスの滑走路を離陸していくところです。言葉の問題についてはですね、最近はですね、スマホに、翻訳機がついておりまして、 Google 翻訳とかでもですね、喋ればちょっと訳してくれるっていったところもあって、誤訳が非常に多いので注意はする必要はあると思うんですが、大体意味は通じるだろうということで、そういった、スマホの翻訳機能を使うっていう方法もあります。スマホの翻訳機能を使うと、ちょっと機械を通すということで、ちょっとですね、コミュニケーションを取るのに時間がかかってしまうというところはあるんですが、それでもコミュニケーションは取れるだろうといった形になります。ちょっと前にですね、私は東京に住んでいたんですが、その時に秋葉原にですね、なんとフランスからですね、日本語の全く喋れない、青年がですね、秋葉原の、アニメオタの、聖地に行ってみたいということで、スマホの翻訳機だけ持って、それと Google マップだけ頼りにして、フランスから、東京の秋葉原まで遊びに来ていた、アニメオタの、フランス人のお兄ちゃんがいたっていうことがありまして、その人にちょっと会って、いろいろと喋ったことがあるんですが、その時のフランス語のお兄ちゃんはですね、フランス語を喋るんですが、英語も喋れまして、大体フランス語と英語というのは結構近い言語ですので、大体フランスの人は英語喋れるんですけど、イギリスが嫌いなんで、悔しいから英語を喋らないという人が多いんですけど、大体英語は喋れるといった形になっております。そんな感じでこのフランス人のお兄ちゃんの例もあるんですが、最近はですね、このスマホで翻訳機とそれから Google マップみたいなマップが機能がついておりますので、それだけを頼りにしてですね、世界中を飛び回る若い人たちが増えてきた感じがしております。そういった例もあるんですが、やはり海外いろんなところに行きたいなっていうふうに、一人で行きたいなっていうふうに思っている方はですね、本当に簡単な表現で、中学校で習うぐらいの簡単な表現でいいので、日常会話としてですね、コミュニケーションが取れるようにしておくっていう感じの方がいいのではないかというふうに個人的には思っております。そういった感じでですね、海外いろんな国に行くとですね、英語が使えるっていうことが多いので、やはり最初に一人旅で行く場所っていうのもですね、英語が公用語になっているような国、例えば今回行くような、私の行くような香港、こういったところをですね、最初に行って、それを踏み台にしてですね、そこからいろんな海外のいろんな国に行ってみるっていうような感じで、香港にまず行ってみるといいのではないかっていうふうに個人的には思っております。
まあ、それで皆さん中学校ぐらいの英語を勉強されていると思うので、その表現をですね思い出してもう一回勉強し直して喋、るっていうのは結構簡単だと思うんですが、私は一番、難しいのは何かっていうと、日本人にとってはですねリスニング、英語のリスニングが一番難しいと思います。リスニングを一生懸命やるっていうのが非常に重要だと私は思っております。はい、ということで私は今回ですね、香港エアライン、香港航空という飛行機会社に乗っているんですが、実はこの会社非常に航空料金は安くサービスを提供しているんですが、LCC ではないんですね。ということで LCC ではないので一応ですねこのようにですね機内食が出ます。ただ機内食は出るんですが、本当にジュースとこのパン1個といった形になります。それと水ですね。まあそれでフライトがですね朝9時15分大阪出発ということで、だいたい朝ごはんという形になると思うんですが、朝ごはんこれぐらいの、まあ朝食で済むという方は、まあ、これでも十分だと思いますが、ちょっとこれじゃ物足りないという方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、ひょっとしたらですねもうちょっと食べたいという方はコンビニとかでですね朝ごはんを別に買って、まあ持ち込んで機内で食べるといいんではないかというふうに思います。はい、ということでこんな感じですね、とりあえずまず飛行機の、搭乗口まで入る方法と、それから、まあ、言葉として、まあ、簡単に英語ができた方がいいんじゃないかなっていうことを話してみたんですが、次にですね持ち物について確認をしておきます。はい、まず持ち物です。持ち物はですねまず、旅行に行くとき、国内の旅行に行くとき必要なもの、例えば着替えですとか洗面用具ですとか、そういった旅行用品、これは自分で準備をしてください。今回はその他に、海外の旅行に行くとき必要なものっていうのを説明していきます。まず航空券ですね、航空券はですね、チェックインをすると、発券してもらえると思います。まあ、航空券、そしてスマホですね、まあもう最近ではですねこのスマホ、国内旅行でも海外に行くときもですねもう本当に命綱だと思ってください。命綱、スマホです。この中にはですね電子マネーが入っています。例えば、中国に行くときはですね、アリペイですとかですね WeChat Pay なんていう、QR コードで決済する電子マネー入ってますよね。日本国内でも PayPay とかあります。それと翻訳機、これは現地の人とですねコミュニケーションを取らなければいけない場合、翻訳機が必要となることがあると思いますので翻訳機がついています。そしてあとは地図、 GPS マップがついてますよね。はい、そして最近はですねこの航空券、あるいはですね、空港にアクセスする時の、列車、例えば私今回関西国際空港に来るまで、南海のラピートっていう電車に乗ったんですが、これチケットレスになっておりまして、スマホの QR コードをかざして列車に乗ったといった感じになっております。それから、今回、香港に到着してからも香港空港、エアポートエクスプレスっていう列車に乗るんですが、これも QR コード決済になっております。ということでこういった、まあ、列車のチケット、それと、現在乗っている、この香港エアラインの、航空券、これも全部スマホの中に入っておりますので、まあ、こういったことでスマホ、これチケットの代わりになりますので非常に重要なものとなってきます。はい、ということでこのようにですね海外に行くとですね、スマートフォンが非常に重要なツールとなってくるっていうことがわかるんですが、どこのスマホを使えばいいかっていうことなんですけど、私はですねアハモを使っています。このアハモのサービスはですね、通常から月2980円ということで非常にお安くなっているんですが、これ海外に行くときのサービスが非常に充実しておりまして、海外、追加料金なしでですね82カ国までデータ通信が、まあ、無料で行けるといった形になっております。操作も非常にシンプルで、海外に着いてから、ローミングというボタンを1個押すだけでそれでつながってしまいます。むちゃくちゃ簡単です。レンタル Wi-Fi なんて借りる必要はありません。それから現地の SIM なんて購入する必要も全くありません。ただ制限がありまして、海外で使える期間というのが14日までです。2週間14日までしか使えません。14日を過ぎると自動的に、遅いモードで 128kb でしたかね、そういった遅い速度のデータ通信に切り替わってしまいます。はい、それでアハモはですね、まあ電話料金だけは別料金が必要なんですが、これ世界中とローミングしておりまして、200カ国で、利用することができます。で、国によって違いまして、それでだいたいですね料金としては1分間に50円ぐらいの国から、あとは高い国ですと280円ぐらいの国がありますね。そういった形で、まあ、ちょっと割高となっておりますが、それをべらぼうに高いということではありません。
まあ電話の通話料をですね節約したい場合は、LINE 電話を使ったりですね、あと海外でいうと WhatsApp っていうアプリありますよね、それとか中国に行くと WeChat みたいなのがありますので、そういったものを使うといいのではないかというふうに思います。あとはですね、海外で SMS をやり取りするとですね、 SMS は1通100円です。送信で1通100円、受信料はかからないといったサービスとなっております。はい、ということでこのように、国内の、スマホのサービスで、海外向けのサービスが、これほど充実している、スマホのサービスというのは、アハモを置いて今のところ、アハモを置いて他にないといった形になっておりますので、アハモ一択だと思います。ということで海外にしょっちゅう行かれて短期で旅行をされる方はですね、この、携帯スマホはですねアハモを使っておくといいのではないかというふうに個人的には思っております。別に私アハモから何かもらってるというわけではなくて、本当に単純にサービスがですね、今のところこれを置いて他にないといった形になっているからです。はい、ということでスマホは、海外旅行をする際現代の命綱といった形になってきているわけなんですが、このスマホもですねバッテリーがないと動きません。ということで次に重要になってくるのがこのスマホバッテリーです。私はですね今回2泊3日で香港に行ってるんですが、このスマホバッテリーを3台持っていくこととしました。スマホバッテリー3台です。いざとなってホテルで充電ができなくても3日ぐらいは持つということで3台のスマホバッテリーを持って行っております。はい、スマホバッテリーときまして、次に重要となってくるのがやはりこのスマホですとかスマホバッテリーに、ホテルに着いてからですね充電する必要があります。そうするとですねコンセントが必要になるんですが、実はですねこの香港はコンセントの形状がですね、日本と異なっておりまして、コンセントの変換プラグが必要となります。これはですねAmazon ですとか、あとはヤフーショッピング、楽天ですとか、そういったところでですねショッピングで安く1000円から2000円ぐらいかな、これぐらいでどこの国でも対応できるこのコンセントの変換プラグっていうのが売っておりますので、これを必ず1個持ってくるといったことが必要になると思います。私の持っているこのコンセントの変換プラグはですねその現地の国に合わせて、国のコンセントの差し込み口の形に合わせていろんな形のものが差し込めるようになっているんですが、出力がですね USB が3個ついていて、そしてさらに普通の日本のコンセントの差し込み口が1個ついているといった形のものとなっております。でこれがですねコンセントを変換しまして USB に変換するとですね USB っていうのは電圧が世界どこにいても共通となりますので、世界中どこに行っても USB の口っていうのは同じように使えるということで、それでスマホとかスマホバッテリーの充電は世界中どこに行ってもこの変換プラグがあれば充電できるといった形になっておりますので、非常に便利なものとなっております。で USB のですねコネクタは結構便利なんですが、もう1個のですね日本の普段使っているコンセントの2本差し込むようなコンセントの形っていうのがあるんですが、これはですね電圧の変換に対応しておりません。変換プラグでは電圧の変換はできませんということで、今回私例えばパソコンを持って行ってるんですが、パソコンは普段日本で使っているコンセントの形の AC アダプターがついているんですが、これを差し込みますと実はですね変圧はできません。ただパソコンというのはですねいろんな国で使うことを想定されていますので、電圧の対応する範囲がですねだいたい 100V から 240V っていうふうに範囲がありますので、それで直接電圧を変圧器をかまさなくても使えるという形で、パソコンはそのまま使えるといった形になります。ただ他の、このコンセントを挿して使う道具、例えばですねドライヤーとか日本の電圧にしか対応できていないような電化製品っていうのはですねそのまま直接は使うことができないので注意が必要ということになります。はい、飛行機はですね滑走路に近づいてきました。香港国際空港に着陸をするところです。はい、続き次は現金となります。現金を持っていきます。これは日本円の現金も持っていくんですが、やはりある程度はですね最初から現地の通貨、今回の場合は香港ドルになるんですが、香港ドルに交換をして持っていきます。で飛行機を降りたらすぐにですね現金が必要になることもありますので、必ず現金は換金をして持っていきましょう。私の場合はですねウェブのサービスで外貨両替ドルユーロっていうところがありましたので、こちらでですね現金振込で香港ドルを購入して自宅まで届けてくれるというサービスがあるので、そちらでだいたい2週間ぐらい前に香港ドルを購入をしております。
で、この外貨両替ドルユーロっていうのを使ったっていうのは、この、ここがですね一番レートが良かったので、このサービスを使ったといったことです。で最低の換金額が3万円以上となっていますので、3万円分だけ香港ドルに変換をしております。はい、あとはですねクレジットカード、これはですねキャッシュレス決済ができるということで非常に便利です。それとアメリカなんか行くとですねクレジットカードが身分証明書の代わりにもなるといった形です。でゴールドカードのものを一つ持っていきます。これはですねゴールドカードのものですと海外、旅行保険っていうのが、結構ですね保険の効く範囲の広い、保険がついておりますのでそういった関係でゴールドカードを使ったりしております。そしてあとはですねゴールドカードを持っていくとラウンジが使えたりするっていう、サービスのある空港がありますのでそれでゴールドカードは1枚持っていくといいと思います。はい、それでですね海外旅行の、保険のサービスっていうのが充実していない、あまり充実していない、カードしかないっていう場合はですね別途海外旅行保険だけでもですねその空港に行って当日購入することができるのでそういった保険をかけておくっていうのも一つの手だと思います。はい、そして最後にですねパスポートですね。パスポートがないといろんな国に入ったり出たりすることができません。パスポート、そして必要に応じて事前にですねその国に入るっていう許可を得なければいけないっていう国がありますのでそういった国へ行く場合は詐称ビザが必要となります。今回はですね私香港ですので日本と香港は非常に仲がいい国ということで、ビザは必要ないといった形になっております。はい、ということで、香港国際空港到着しております。今ですね出口の方に向かって歩いていっているところです。めちゃくちゃ綺麗ですよね。この建物結構新しいんじゃないでしょうかね。私も結構ですね、他の国のいろんな大きな国際空港っていうのを、行っているんですがその世界中の国際空港の中でもですね本当にこの香港国際空港って私一番このサービスがいいというか綺麗というか賑やかというかそういった感じで、規模も大きいですし、一番いい空港じゃないかなっていう思ってるくらいの空港です。はい、それではですね、香港に入っていきたいと思います。香港に入るとき、空港を、出る前にですね、入国しなければいけません。でまずですね入国カードを記入します。こちらみんな、記入してますね。入国カードっていうのを記入をして、香港の国内に入ります。で入国カードはこちらで記入をしてもいいんですが実は飛行機の中でもですね入国カードを配っておりましてボールペンさえあればですね飛行機の中で記入をしておいて、こちらのですね入国ゲートで提出をすれば時間が省略できるといった形になります。はい、それでこの入国のゲート、これイミグレーションっていうんですが、このイミグレーションを通るときには、ちょっといろいろ質問されることがありますので例えばなんでこちらに来たんですかとかいったことが聞かれるんですが、それは観光で来ました、サイトシーイングって言えばいいんですが、そういった形で、簡単に英語で、答えられるようにしておくといいと思います。はい、ということで無事イミグレーション入国審査手続きを、通過することができまして、荷物の受け取り場所を、通ってですね、こちら香港国際空港の出口付近まで来ております。実は今回のこの香港旅行もですね普段のですねお買い物と変わらず街歩きと変わらずですね買い物カバン一つで来ておりますので実は受け取った荷物はありません。はい、それで飛行機にですね荷物を預けないとどうなるかっていうと実は荷物を受け取るときにですねベルトコンベアの前で長時間待たされるっていうことがなくなるわけで非常にスムーズにですね空港を出ることができるといった利点があります。それと今回はですね搭乗手続きオンラインチェックインをしておりますので荷物を預けなくてもいいということで、関西空港で本当はですね香港航空のカウンターに行かなくてもですねそのまま直接セキュリティチェックに入ってしまってもよかったということでそういったところが省略できるっていう利点があります。はい、ということで今回の動画はこの辺りまでとしたいと思います。今回の動画で、一人で海外旅行に行ってみたいというふうに思って悩んでいるかいらっしゃる方参考になりましたでしょうか。ぜひともチャレンジしてみるといいのではないかというふうに考えております。はい、それでは次回の動画で香港の街中に向けて、進んでいきたいと思います。 Thank you for watching the Vega Traveler Channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.